性欲型。大阪市大正区にある波早大橋。この坂もまた実に走りたくなる坂である。こんにちは。今日はね、坂のトレーニングを紹介したいなということで、坂のトレーニングをありきたりなもんな紹介していこうかなと思うねんけど、トレーニングメニューを教えるというよりか、俺が伝えたいやつ、できるだけ理想に近づいた練習環境を整えられるかっていうのがここで大事やと思うから、試練やと思うんですな。まあ一つのアドバイスとして、電車使うほどの距離じゃなくても自転車で行く距離ぐらいやったら、坂なんてどこにでもあるんで、だからそういうところな使ってほしいなということで、よく今スポーツができることみたいなのとか Twitter で回ってるけど、そのリレーみたいなのもうほとんどの人が家でできるトレーニングを紹介してるけど、お偉いさんは適度な運動で説明されてると聞いてるんですよ。だから一人で外でできるトレーニングを紹介する、あたかも私ずっと家でトレーニングしてますみたいな形ですけど、みんな外で俺はやってると思う。別にそれが悪いことじゃなくて、少なくともアスリートは不要な外出ではなくて、これが仕事やから出なければならないではないけど、やるべきという感じだと俺は思うから、っていうかその外に出ること全てが悪みたいな感じになっちゃうのは俺はそうは思わなくて、アスリートはアスリートなりにシーズンが始まった時に落ちひんかが今後のスポーツに大事かな。シーズンが始まった時にタイム落ちるとかじゃなく、これをきっかけに強くなったと言えるような環境づくりをみんなしてほしいなということで、まあやっていこうかなということで、いきましょう。どうだったかでしょうか。まあ、先の歩行を各3本ずつと、あとはダッシュして、で、あとは公園で、まあ、結構長いの走り、長い距離走ったりして、まあ、自分はな、時間の余裕を取ったんだけど、実は無計画で行って、軽くは決めてたけど、結局、もともと考えてたものから違うトレーニング環境に向かっていって、いい方向にすごく変わっていって、自分でトレーニング環境を整えるっていう能力が鍛えられたわけであって、まあこれは結果につながるかわからんけど、その納得できるトレーニングをできたら、まあ少なくともどんな結果であれ、受け入れることはできるし、まあそれ以上に、ここで手を抜いたら、今まで頑張ってきたもんかな、パーになるしな、まあ早朝に人がおらん時にしたり、今日5時に起きていったけど、まあなんかもうそれがほんまに映りたくなくやったら、工夫したら最大限受けれるし、そういうところは甘えずにアスリートやっていかないとあかんのかなということで、まあ、ほな。